どう？大丈夫？いないです、うん、で、スッと取る、うん、一流のエンターテイナーを目指して達人に入門。今週は山陰で活動するタレント和樹くんがスイカを育てて40年の坂根道夫さんに弟子入り中。今回は何を教えてくれるんですか？スイカのね、はい、切り分け方を伝授したいと思います、はい、スイカの美味しいところっていうのは中心の方が甘いんで、はいはい、皮の方に近づくと味が薄くなってしまうんで、そうなんですね、みんなに均等に中心部分がいくように、はい、放射線状に切って分けます。わかりました。達人に入門。というわけで前回和樹くんが収穫したスイカ切らせていただきます。放射線状に切ります。わ、美味しそうですね。ちょっと大きさが違っちゃうけど、こうやって切ると甘いところが、この甘いところ、真ん中の部分がみんなが食べることができる。さあ、和樹くん、頑張って。切るってなるとちょっと難しいですね。大丈夫、大丈夫。わ、この真ん中のところに刃を置いて、うん、そうそう、いいじゃない。結構形がバラバラになっちゃったんですけど、うんうん、大丈夫、大丈夫。達人どうですか、身があって。うん、いいと思いますよ。倉吉のスイカ今年美味しく出来上がってるんで、どうにでもいいです。はい、じゃあ一旦切りましょう。はい、ありがとうございます。これ大丈夫ですか？うん、食べちゃえな、それ。ああ、いや、次食べるんですよね。ああ、そうかそうかそうか。明日はようやく、これが倉吉スイカです。恐るべしですね。スイカ実食。